アンドレアス・ケプケは、ドイツ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはゴールキーパー。元ドイツ代表。サッカー選手としては、遅咲きの部類に入る選手で、1990年に28歳で、初めて、西ドイツ代表に招集され、同年の FIFA フフワールドカップ、イタリア大会、1994年の FIFA フフワールドカップ。 アメリカ大会の代表に選出された。しかし当時は、政治系の座に、ボドイルクナーが存在し徴用されたため、出場機会を得ることができなかった。1993年に、ドイツ年間最優秀選手賞を受賞すると、FIFA ワールドカップ、アメリカ大会後に、政治系の座をつかみ、1996年の UEFA 欧州選手権1996、 優勝に貢献。特に準決勝のイングランド戦では、PK 戦でガレス・サウスゲートのシュートを阻止し、ドイツの決勝進出に大きな役割を果たした。この活躍により、同年の FIFA フフ年間最優秀ゴールキーパー賞を受賞した。1998年の FIFA フフワールドカップフランス大会にも出場したが、準々決勝でクロアチアにゼロの3で敗退。 そしてこの大会を最後に代表から引退し、更新に道を開いた。クラブレベルでは、選手生活の大半を 1FC ニュルンベルクで過ごし、1994年からはフランクフルト、1996年からはオリンピックマルセイユへ移籍したが、晩年は再び 1FC ニュルンベルクに戻り2001年に現役を引退した。現役引退後もサッカー界と関わりを続け、 2006年の FIFA フフワールドカップドイツ大会ではニュルンベルク氏の大使を務め、2004年から2021年まではドイツ A 代表の GK コーチを務めていた。また息子のパスカル・ケプケもプロサッカー選手であり、U-20 ドイツ代表にして2019年現在はブンデスリーがヘルタ・ベルリンに所属している。ありがとうございます。